渡辺直美がニューヨーヨクから帰国平野翔とのサンピープル一枚ニュート密着リポート平野翔との約束とサンピープル一枚ニュートの秘密平野翔と渡辺直美という日本のエンターテインメント界の二大巨頭が2024年7月23日に放送される日本テレビ系特番「サンピープル一枚ニュート」で初めて共演し MC を務めることが決定しましたこのニュースは 彼らのフォロワー数が1400万人を超えることからもわかるように、瞬く間に話題となり、多くのファンから歓喜の声が寄せられました。しかし、この共演には、1年前に交わされた約束が深く関わっているのです。平野翔27は、ナンバーアンダーラインアイのメンバーとして、数々のヒット曲を生み出し、日本のみならず世界中で活躍するトップアーティストです。一方、 渡辺直美36はお笑いタレントとしての地位を確立し現在ではアメリカに拠点を移しニューヨークで活躍しています2人が MC を務めるサンピープル1枚ニュートは出演者が歌ダンスマジックアート一発芸を披露し審査員が世界に通用するナンバーワンパフォーマンスを決定するという番組です優勝者には300万円の賞金が贈られることもあり 多くの注目が集ままっていますこの番組の審査員は B、ファーストを生み出したスカイハイ37、世界的アーティストの振り付けを手掛けるリエハタ33、マイケル・ジャクソンの振り付けを担当したトラビス・ペイン53、女優でアリビのアイコンである恵 e 42、そしてお笑いタレントの加藤浩次、55と、豪華な顔ぶれが揃っています。 このメンバーがどのようなパフォーマンスに評価を下すのか視聴者は大いに期待しています特に注目されるのは平野翔と渡辺直美の初タッグですこの共演は彼ら自身も熱望していたものです実は2023年8月14日に行われたインスタライブで平野は渡辺との共演を今後会いたい人として挙げていました渡辺がその配信を見て驚き インスタストーリーズで聞き間違いかと思ってもう一度巻き戻したらはっきり言ってて携帯投げた顔文字笑いと反応したことがきっかけでこの共演の話が現実味を帯びてきたのですその後ファンからのリクエストもあり平野はいいんですかしたい手か話したいとさらに共演への意欲を示しましたそして約1年後彼らの共演がついに実現することになりました このニュースに対して、ファンからは、うわぁ、こんなに早く共演する姿が見れるとは楽しみすぎる。すごい翔くん MC するのね、それも大好きなナオミさんと一緒になんて素晴らしい、といった歓喜の声が X、Q ツイッター、には殺到しました。平野翔が久しぶりにバラエティ番組に出演することも、多くのファンにとっては大きな驚きと喜びでした。彼のバラエティ番組への復帰について、 翔くんバラエティ番組、エンタメ系復帰だああまわりの方が心強い方ばかりで安心感がものすごいといった喜びの声が多く上がっています。また、平野が MC を務めることで、番組自体の注目度も飛躍的に高まりました。渡辺直美とのコラボは平野にとっても特別な意味を持っています。彼は以前から渡辺との共演を熱望しており、 彼女がアメリカでの活躍を続ける姿に深いリスペクトを抱いていました。渡辺はニューヨークに移住して3年、自宅も購入し、アメリカでの活動を本格化させています。彼女のインスタグラムのフォロワー数は日本人著名人5位の1005万人、2024年7月16日現在、であり、その影響力は絶大です。一方の平野も、 インスタグラムのフォロワー数が428万人と非常に高い影響力を持っています。ナンバーアンダーラインアイとしても、2024年4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大級の野外音楽フェスティバル、コーチャ・ラバレー・ミュージック・アアーツ・フェスティバルに出演するなど、海外での活動を積極的に展開しています。2人のフォロワー数を合わせると1400万人を超え、その影響力は計り知れません。 今回の番組、サンピープル一枚ニュートは、二人の MC タッグが初めて実現することから、多くの注目を集めています。平野と渡辺の共演が新たなスターを生み出す可能性もあり、視聴者は大いに期待しています。また、この番組が成功すれば、アメリカズ・ゴッドタレントのような特番として、高齢化する可能性もあるかもしれません。このように、平野翔と渡辺直美の共演には、 多くののファンの期待と興奮が詰ままっています彼らの約束が実現する瞬間を目撃することができるのは非常に貴重な体験です二人の初タッグによって生まれる化学反応がどのようなパフォーマンスを引き出すのか放送が待ち遠しいですねこの共演が実現するまでには数々の障壁がありましたまず ナンバーアンダーラインアイは基本的にバラエティ番組には出演しない方針を持っておりこれまで平野がバラエティ番組に出演することはほとんどありませんでしたしかし日テレ側が音楽やダンス海外志向のエンタメ要素を持たせたバラエティ番組ならどうでしょうという提案を行いさらに平野自身が渡辺との共演を熱望していたことが大きな要因となりこの共演が実現しました 渡なおみはアメリカでの活動を通じて新たな挑戦を続けています彼女のユーモアとエネルギーは日本国内のみならず海外でも高く評価されています彼女がニューヨークで培った経験が今回の番組でどのように発揮されるのかも注目されます平野翔もまたナンバーアンダーラインアイとしての活動を通じて国内外での活躍を続けています 彼のダンスやパフォーマンスは、多くのファンを魅了しており、今回の番組でもその才能を存分に発揮することでしょう。サンピープル一枚ニュートは、歌ダンスマジックアート一発芸といった多様なパフォーマンスを披露する場であり、その中でどのような新しい才能が発掘されるのか、非常に楽しみです。審査員たちの評価も見逃せないポイントであり、彼らがどのような基準でパフォーマンスを評価するのか、 視聴者は興味深踊り字です。平野翔と渡辺直美の共演は、多くのファンにとって夢のような出来事であり、その瞬間を目撃できることは非常に貴重です。彼らの初タッグがどのような化学反応を生み出すのか、期待が高まります。この共演が新たなスターを生み出す契機となるかもしれません。このような背景から、サンピープル一枚ニュートは、多くの視聴者にとって必見の番組となるでしょう。 平野翔と渡辺直美という日本のエンターテインメント界の二大巨頭がどのように番組を盛り上げるのか非常に楽しみです。彼らの共演は約一年前に交わされた約束が実現したものです。この約束がどのように実を結び新たなエンターテインメントの形を生み出すのか視聴者は大いに期待しています。放送日が待ち遠しいですね。このように 平野翔と渡辺直美の共演には多くのファンの期待と興奮が詰まっています彼らの約束が実現する瞬間を目撃することができるのは非常に貴重な体験です二人の初タッグによって生まれる化学反応がどのようなパフォーマンスを引き出すのか放送が待ち遠しいですね平野翔と渡辺直美の共演は日本のエンターテインメント界に新たな風を吹き込むことでしょう 彼らのハタッグがどのような影響を与えるのか、そしてその影響がどのように広がっていくのか、非常に興味深いです。彼らの共演が新たなエンターテインメントの形を生み出す契機となるかもしれません。